はい、電気通信大学の新生と申します。私たちの研究室では半導体ナノ材料ナノ構造の作成とその基礎物質の研究及び小さい太陽電池への応用について研究を行っています。現在、エネルギー問題と環境問題を解決するために小さい太陽電池の研究は注目されています。その一つは パルスケード電池です数百ナノメートルのパルプスケード層を光吸収層として太陽電池に適用することにより変換効率は20%以上達成できることが注目されています。しかしその課題としては 安定性とさらなる効率化です。これらの課題解決できるのはナノケーションの適用だと。 思いますなぜならばナノケーションはバルクの材料と比べて独特な性質を持っているためですそこで私たちの研究室では最近独自な手法を開発し景観フリーで箱効率は100%の無機パ,パルプスケートナノケーションの開発に成功いたしましたさらに大変安定な パルスケート合金ナノケーションの作成にも成功いたしました。これらのケシナノケーションを太陽電池に適用したところ変更効率は11.3%に達成いたしました。しかも2か月以上でも安定であることが分かりました。今後、さらなるデバイスを作成し、研究を進めていきたいと考えております。